際のところ切り込み隊ってどうなんでしょう。結局私たちは頑張ってよかったのかしら、それとも貧乏くじを引かされたのかしら。よかったさ。どうして？任命された時はビビったけどさ。でもそれだけ重要な役目を任されるってことは功績も立てやすいってことじゃん。そうしたら上にも認められて重要な情報も得やすい立場になる。うまく出世できたらつかさっちのお母さんについての情報も手に入るかもしれない。え？お前本当にルカか？なんでそんなにビビってんだよ。よくそんな理路整然とした物言いができたものだなと思ってさ。理路整然？それは難しかったか。まあいい、その通りだと思う。東条の母親の件も含めいろいろなことを知るためのショートカットだと思えばよかったはずだ。でもその前に戦いで命を落としちゃうかもしれない。朝倉が戦場で死ぬ時は人格はカレンちゃんやからええな。自分の意識ないん羨ましいわ。知らない戦いで知らない間に死んでいるなんて。いや、カレリンを傷つけるなよ。メグミンは相変わらずデリカシーゼロだな。まだその呼ばれ方慣れへんわ。私は慣れてきた。お玉さんにつかさっちも慣れてきたろ。ええ、そうですね。まあユッキーは聞くまでもなし。唯一否定する人間だけスルーすんなよ。なれんわと答えさせろよ。悩んでても仕方ないか。とりあえず今日のところは寝てまた明日に備えよう。お母さんの情報絶対に手に入れなくちゃ。でも何か引っかかるような。大変だけど明日は休日、休める時に休まなくちゃね。結局 A にはなれなかったでござるな。私たちは私たちでいいじゃない。もっと強くなるわよ、ベンガ。まあこっから出世していけるかどうかは私らの努力次第だけどな。当然でき。あのデススラッグみたいなすごいキャンサーとこれからも戦わなくちゃいけないんでしょうか。どんな敵が出てこようがうちがサイキックでぶっ飛ばしたるわ。あっちに用が。まあ、ねえみんな聞いて。どうした、そんな眉間にしわ寄せて。私のお母さんのって、え、そんな顔してた？いや、してないから安心して話を続けろ。ええ、私のお母さんのことについて気にかけてくれるのは本当に助かるわ。だけど一つだけおかしいことがあるの。なんだよ。記憶が曖昧でここに来た経緯を思い出せないの。物忘れが激しいだけなんじゃ。そんな年ではないだろ。じゃあ何？そもそもセラフィムコードってやつも私らの知らないうちに四季が高揚するワードとして割り出されてんだぜ。身辺調査でそれぐらいは可能じゃない？東条、お前は真実は一つと限らない。それでなんで高揚する？え、わからない。なるほどな。どういうことだよユッキー。
軍は記憶に意図的に介入できるってことだ。だったら特定の記憶を消せる可能性も否定できねえ。なんでつかさっちの記憶を消す必要なんてあるの？諜報員が本当ならヤバいものを追ってた可能性もある。例えば？例えばか、セラフの謎を追っていたとか。ここぞとばかりに重要なワードが飛び出てきたものね。またも刀正面。刀正面？だからあの片手に生地、片手に包丁を持って湯の沸いた鍋の前に立ち、生地を細長く鍋の中にそぎ落として茹でるやつだよ。アホか、な珍しいワード、誰の口からも飛び出てへんわ。またもセラフよ。そう、セラフよ。セラフには私たちが知らない秘密がいっぱい隠されているのかも。軍怖えよ、キャンサー側につこうぜ。あいつらと仲良くやっていこうぜ。いや、食われるから。みんなはここに来た経緯を覚えているの？うん、当然やろ。ということは、東条、お前記憶を操作されてるかもしれねえぞ。ゾワッとすること言うなよ、ユッキー。ゾワッとすることを言ったんだよ。え？私が？でも、そんないつの間に、登場にそんな尺取るなよ。どうした、カレンちゃん。一言言いに来ただけよ。それぐらいのマインドコントロール一月もあれば済む。ここに来るまでに身体検査やいろいろありましたけど、その間にってことでしょうか？そのタイミングしかない。登場がマインドコントロールされとるんやったら、全部消しといた方が軍からしたら都合よかったんちゃうか？何もかも失ってしまったら使い物にならないんだろうよ。え？どういう意味？立場的には逆だからな、諜報員。お前が提示すべき仮説だからな。今は私が言うけど。助かるわ、よろしく。何もかも失ったら戦う意味すら失う。どうして？今ので分かれよ。一言でズバッと確信をついたつもりでいるんだからさ。優しくお願い。ああ、もうめんどくせえな。家族を守りたいとか、誰かの役に立ちたいとか、そういう記憶すらなくした人間が、人類がピンチだからって最前線で戦う気になると思うか？確かに。だから最低限のマインドコントロールしか受けていないんだ。さすがユッキー。考えたらわかることだろう。よっ、隠れ巨乳。変なお立て方すんなよ。巨乳じゃないの知ってるだろ。見せ合いっこしたもんな。違う！そんなことしてないから、そんな目で見るな！まで変な目で見られてるじゃねえか。シャワー浴びてたらこいつが勝手に覗いてきただけだよ。ルカ、お前も紛らわしい発言するな。お前が私をどれだけ好きかは知らないけど、勘違いされるだろう。口にするの恥ずかしいな。ここはデーペリンか。いつお前の中で廃れるんだよ。何が？テヘペリンコというブームだよ。しょうもないこと言わせるな。だってブームは始まったばかりだぜ。イラッとするって言ってるだろ。とりあえずここまでの話を
私のだけでもまとめてみたいのだけど、いい？ああ、おさらいぐらいは自分でできるだろう。やってみろ。私はお母さんの事故死を疑っている。お母さんはセラフの研究所長だった。もしかしたら知ってはいけない秘密を知ってしまい消されたのかもしれない。そうだ、その調子だ。頑張れ。またカレンちゃんに応援されてるじゃねえか。その疑念を晴らさないまま死ぬなんて私はできない。それが私の戦う意味になっているけど、軍はマインドコントロールの技術を持っていた。配属されるまでの検査期間に記憶はおそらく軍に恣意的に改ざんだ。そう、改ざんされていた。そこにお母さんの死の真相が眠っているのかもしれない。うん、やればできるではないか。やったな、つかさっち。うん、この調子でお母さんの死の謎も暴いてみせるわ。でも今日は頭を使いすぎて疲れちゃった。まだ問題は山積みなんだけどな。まあまあ、いいではないですか。その余裕はどこから来る。よし、霧のいいところで風呂入ってこうぜ。そうね。なあユッキー、今日は何の日でしょう。え、なんかの日だったか。覚えてないの。まさかお前の誕生日とか。ブー。じゃあなんだよ。答えは週に一度も休み。週に一度の休み。教えてやろう。それを日曜日と言うんだ。聞いたことある。しかも訓練が休みなだけで、スクランブルがあったら出撃しなくちゃいけない。そんなの休みだなんて言わないよ。そういう時代に生まれちまったんだから諦めろ。朝っぱらからイチャイチャしとるの。もはや風物詩ですね。してねえから。セラフ第31A 部隊、直ちに教室に集合。また急な呼び出しね。なんだろう。いい予感がする。よし行こう。相変わらずポジティブなやつだな。作戦行動が発令されたわ。いや、そんな弱気じゃダメだ。虚勢でもいい、喜べ。よし来たー。そこに至るまでが聞き取れませんでしたが。よし来たーとは喜べない。それって命を懸けて戦うってことだよな。からの、いや、そんな弱気じゃダメだ。虚勢でもいい、喜べ。私、よし来たーであります。なるほどなるほど、そういうことでしたか。納得です。くるくるパーカー。早速切れさせたか。もう司令官がくるくるパーカーっていう人みたいになっとるやんか。人生でなかなか口にせえへんはずやで。作戦の決行は22日後。これからその内容を説明します。作戦名はオペレーションプレアです。神奈川県南西にある旧国道246号沿いの秦野盆地に巣くうキャンサーを排除し、箱根の入り口となる拠点までを人類側に奪還する。あなたたちを含めて総計7つの部隊が参加するから大規模な作戦になるわ。切り込み隊であるあなたたちには先陣を切って盆地へ突撃し、密集したキャンサーを掃討してもらいます。セラ
と言うたけど、死んでも全然おかしない内容やん。まあ、切り込み隊に任命された時から覚悟してたけどな。あなたたちが中心となってキャンサーを一掃した後、別の部隊が共闘歩の資材を運搬し設営を行う。共闘歩が完成したら盆地に残るキャンサーを排除して作戦終了よ。共闘歩ってなんだ？防御の拠点だろ。当然その間にもキャンサーの増援は来るだろうけど、あなたたちは周辺を守ることに集中して。検討むなしく共闘歩が破壊されたらわかるわよね。Fly me to the moon。 どういう状態だよ。し、まあ生身のまま月まで行ったらそりゃ死ぬよ。死ぬという意味では間違ってないわ。要はこの作戦が成功するかどうかはあなたたちにかかっているというわけ。そのあたりを踏まえて作戦に臨んでちょうだい。何か質問はある？道場の母親は事故死じゃなかったんだろう？あなたは何を言っているの？バカかお前、そういうの頭っておけよ。もう一度言ってくれる？いや、なんもないです。後ろめたいことは何もありません。だったらいいのだけど、明日から作戦に向けての訓練を始めます。訓練は 31B と共に行います。部隊長の葵さんは、茅森さん、あなたよりたくさん知識を持っているわ。見習うべきことがあるでしょう。切磋琢磨に努めなさい。この私が彼女に身体的に劣ると？ルカさんは人気アーティストだったんですよ。関係あるか。しかもお前ら 31C の山脇と文吾の言動をトレースしてるからな。またデジャブを感じたわ。では解散。隠蔽している側にドストレートに聞いて何か得られるとでも思ったか？いや、ポロッと、あ、言っちゃった、やべ、みたいにならないかなって。どんなイージーミスを期待してるんだよ。それよりこっちの暗躍がバレる方が致命的だろう。やべ、正論だ。ほんと注意してくれよな。すごいゆるゆるですね。こんなので大丈夫でしょうか？存在が緩いお前が心配するな。しかし、また訓練の日々が始まるのか。かったるいな。せっかくの休日だし満喫しなきゃな。まずは腹ごしらえだ。頼むから迂闊な行動はしないでくれよ。毎回フォローする身にもなってくれ。ほら、カフェテリア行くぞ。どっちにしましょう？いろいろと難題ばかりだけど、今の私には一つのことしか考えられない。今日のランチ、何にしようかしら。お昼飯やぞ、一本だけにしとき。次の作戦も大変そう。頑張ろうね、ルカさん。お、ユッキーが珍しくサンドイッチ食べてる。一つもらっていい？いいけど。スモークサーモンのサンドイッチだぜ。何その煙と魚足したみたいなの。煙と魚足したのだよ。やだよそんなの。人が美味しく食べてるのにひでえ言われようだ。かしな、厨房にお願いして丸ごとフライにしてきてやるよ。その何でも揚げたら美味しくなるというかつての動画クリエイターのような発想はやめてくれ。ねえ、訓練の間おとなしくしておくの？いや、新たな情報も得られたし動き始めよう。何か思いついたのか？31Bの部隊長と会う。有益な情報が得られるかも。え？
そんな驚いた目で見るんだよ。いや、お前でも成長するんだなって感動してるんだよ、みんな。思わずイタリア語で言ってしまいました。グラッチェってありがとうって意味だからな。グレートみたいな意味じゃ使えないからな。知ってたし。だんだん負け犬の遠吠えみたいになってきてるぞ。任しとき、コテンパンに芝居てるわ。喧嘩売りに行くわけじゃないからな。私がいては相手をビビらせてしまわないか心配です。逆に舐められるから安心しろ。でもたくさんいる基地の中からどうやって 31B の部隊長を探したらいいかな、ユッキー。そんなの電柱でいくらでも調べられるだろう。ほら、こいつが部隊長さんみたいだぜ。さすがユッキー、ナイスハッキング。閲覧しただけだわ。あいつは確か、ルカさん、今トラが前を通り過ぎていったの。なんなんだろうあれ。確かめたい。おいおい、一体なんだよ今の。クソでけえ生き物がジムの中に入っていったぞ。見つけたはいいが、なんこれ。どうしてこんなところにいるんだろう。野放しになっているのだけど。襲うことがないからああやって野放しなんだろう。じゃあユキ言ってよ。なんでだよ、隊長が率先していけよ。はっ、ビビりか。襲いかかってきたらセラフ出せばええだけやろ。あ、そっか、セラフがあれば怖いものなしだな。よし、行く。許可なくセラフを出すのは禁則事項なんだがな。おお、よしよしよし。わーおーって鳴くんだ。ワンと鳴くとでも思ったか。名はなんて言うんだい。わーおーか。よろしくな。わーおーなわけあるか。その子は白子です。おっと、計らずもターゲットにたどり着いちまったようだぜ。あなた方は。かわいい。いや、かわいいけどちゃんと答えろよ。でもうちのカレリンには勝てまい。こちらが朝倉カレンことカレリンだ。今はカレンちゃんでした。カレンちゃんだったか。負けた。何してんねんうちら。相手さんポカーンしてるで。ポカーン。
本当にしてる。ありがとう、ビャッコ。トラが正気を取り戻させた。どっちが人かわかんねえな。すみません、ポカンとするのが癖でして。くそ、なんてコンビネーションだ。私の萌えの壺を刺激してきやがる。いやいや、ルカ、答えてやれよ。私らが何者か。ああ、三一エだ。やっぱりあの切り込み隊に任命された。おいおい、そんな騒ぐなよ。人が集まってくるだろ。どんなスター気取りだ。ロック界では超新星と言われてたけど。そうだった。ちょいちょい忘れるよな。ギャップがすげえんだよ。ポカーン。またポカーン鳴ってるで。ありがとう、ビャッコ。くそ、私の萌えの壺をいちいち刺激してきやがる。あの、挨拶してもいいですか？もちろん。私は 31B の部隊長の葵エリカです。明日から作戦の訓練一緒ですね。頑張りましょう。こっちは一人を除いて天才軍団や。せいぜい足引っ張らんことやな。え？おいおい、めぐみ、うちで一番バカなお前が人様にどんな口聞いてんだよ。テストの点数自分も同じやってろ。あ、そうだった。デペリンか。イラッときたー。おいおい、ユッキー、デペリンコはむしろイラッとするような場面で空気を和ませる効果のあるおまじないだぜ。仕方ない、もう一回やってやるか。逆効果ー、神経魚でーやるなー。ほらユッキー、相当イライラしているじゃないか。それはお前のせいだ。私はめぐみんをたしなめただけで他には何もやってないぜ。幻覚でも見たか。テヘペリンコって言っただろー。こんなしょうもないこと二度と言わせるな。ユッキーの前でやらなくて誰の前でやるんだよ。どうすりゃやめさせられるんだ。ポカーン。おいおい、相手さん、またポカーンしてるで。ありがとう、ビャッコ。いや、かわいいな。二人、31A に来ない？ 31B が困るだろ。でも、白い虎の名前がビャッコってそのまますぎない？カタカナでビャッコだからいいんです。意外におとなしい。これでもセラフ部隊の一員ですから。え、この虎が？やべえ、ルカとハモっちまった。不覚だ。はい、私よりも古く先輩にあたる存在ですよ。まさかセラフも呼べるのか？はい。すげえな。そいつは大変な目に遭ってきてるんだろうな。おお、よしよしよし。ビャッコがこんなにすぐ懐いた？人懐っこい性格じゃなかったのか。人懐っこい性格ですが、人見知りなんです。私も触ってみたいです。よしよし。ぐやっ、噛まれるところだった。腕がもげるところだった。ほんまや、たまには懐かへん。おお、よしよし。おとなしくなった。無駄な能力を持ってるな。よーし、ビャッコとも仲良くなれたことだし、改めて聞きたいことがあるんだ。はい、何でしょう？何しに来たんだっけ？みんながずっこけるようなことを言うな、部隊長。とりあえず疑問をぶつけてみない？うんうん。
そうだな。この軍、何か隠してると思わないか？え、いきなり何ですか？どうしてそんな疑問を？だって、いきなりセラフィムコード唱えてセラフ呼んでキャンサーと戦ってパージしろだなんて、謎が多すぎるじゃん。パージしろとは言われてないだろ。それは科学者たちの英知の結晶ですから、私たちが理解できないのも無理ないかと。そうなの、ユキ？まあな、4次元以上の多次元が存在するなんて思ってもみなかったからな。つまりユッキーより科学者たちの方が優秀ってこと？そうだろうし、そもそも分野が違うわ。私はあくまでもプログラム専門だよ。多次元や宇宙の分野でかなうわけねえだろ。そっか。じゃあ記憶の方を確かめてみよう。ちゃんと記憶は地続きか？途中でなくなってたりしないか？私はちゃんとあります。そっか、ならいいんだけど。もう話は終わりでいいですか？いや、まだある。お前は何の天才なんだ？天才？どないな才能に恵まれとるんかってことや。才能ですか？強いて言うならテストで100点以外を取らない才能ですかね。ほんまもの天才やった！え、ここに来て最初にやらされたテストもかよ。はい、すべて満点でした。ユッキーは？100点取れたのは数学だけだよ。チェンジ。何がだよ。冗談だよ。私がユッキーを手放すようなバカな真似するやつだと思うか？思わなくもないよ。だろ？驚かせただけだよ、安心しな。否定はしてないんだけどな。 31B の他のみんなも何か取り柄があるのね。はい、そうですね。みんな何かのエキスパートですね。この白虎も含めて。ちなみにその白虎さんの特技は？オセロができることです。負けた！それぐらいできろよ。おい、タマ！気にすんな、うちもでけへん。アホの集まりか。ということはやはり何らかのエリートがスカウトされてここに集められているってことね。東条以外ね。なんや、またナービーの目が綺麗か？ここにはおらんで。カレンちゃんの耳が可愛い。ウシャ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 。空気読んだかのようにカレンちゃんになったな。意外といいやつなのか？おい、つかさっちをいじめるなよ、めぐみ。チームワークが乱れるだろう。その通りだけどさ。最後の一言余計だよ。もう話は終わりでいいですか？そうだな。ではトレーニングに戻りますね。最後に一つ、同期として明日から共に訓練に励む者として助言しておこう。何でしょう？司令官には気を許すな。え、手塚司令官ですか？ああ。どうしてですか？あれはうだるような暑い午後だった。突然襲われた。え？ただの戦闘能力のテストだろ。ああ、それなら私たちも受けました。そして私らが一番強いと判断された。どうだ、すごいだろ。なんだその生き急ぐガキのような自慢は。はい、すごいです。相手がいいやつでよかったな。よし、自慢も終わったし戻るか。何しに来たんだ？Thank you.
今日はとりあえず 31B の部隊長青井エリカと会ってみたわけだが、科学者たちが優秀ってだけで有益な情報は得られなかったわね。まあ同期だもんな。知ってることは私らと一緒か。でも白子さんは可愛かった。ものすごく。カレリンの方が可愛いよ。ホストか。考えるのはここら辺にして今日は寝るか。ああ明日からまた訓練始まるしな。そんなずっと休みが続くとでも思っていたか。ユッキーさ、異様におたまさんに突っ込むのうまいよな。ここにいりゃ嫌でも鍛えられるよ。嫉妬なのにいなしたわ。うんうん、ちげえよ。これでもじわじわ削られていってるんですが。ならバカみたいにボケるな。こいつは天然ボケや。うん、そうかもな。わかったらええ。なんか気持ち悪いよお前。なんもないわ。そこまでおたまさんがお気に入りになっていたか。ちゃうわ。すげえ、メグミンでもどもることあるんだな。マジ意外だぜ。勘違いもほどほどにせ。いじめが許せんだけや。関西人ならツッコミだと分かれよ。バカ呼ばわりは度が過ぎとるわ。あー、関西人はバカ呼ばわりはシャレにならないんだったな。今度からはちゃんとアホって言うよ。頼むで。いや、アホ呼ばわりされても関西人じゃないんで感覚的には変わらないんで。おいタマ、アホはユニークなやつやっていう褒め言葉やで。ならユニークなやつでいいじゃないですか。アホか。関西人はそんなまどろっこしい言い回しいちいちせえへんねん。みんなでいじめてるみたいになってきてるからな。復唱練習を始めます。私に続いて復唱してください。秩父周辺にキャンサー集団が出現。 31A は直ちに急行してください。この後私が言うべき言葉は、秩父周辺にキャンサー集団が出現。 31A は直ちに急行。了解しました。秩父周辺にキャンサー集団が出現。31A は直ちに急行。了解しました。その調子です。確実な復唱を心がけてください。褒められた。何かのパラメータが上がった。案外奇跡的なことに思えてきた。揃ったようね。今日からあなたたちには作戦行動に特化した訓練を受けてもらうわ。ついに一番きついところが終わったか。ますますきつくなります。当然だろ。なんで楽になっていくんだよ。楽器だって一番大変なのってある程度弾けるようになるまでだよ。一緒にしないで。はい。作戦行動はフェーズと呼ぶ目的に合わせた行動の単位があるわ。オス。フェーズにはそれぞれにあなたたちが達成する目標や行動手順が定められているの。それをきちんと覚えて過不足なく行動できるようにとの訓練ね。他のセラフ部隊も同じように動くから、あなたたちの行動が戦友の命に関わることを忘れないで。分かったよ。よろしい。続けるわよ。フェーズごとに訓練期間が設けられているわ。各フェーズ訓練には参加回数と内容それぞれに合格基準があるから、必ず全て参加するように。どの訓練も合格ラインに達したら次に進めるわ。
期間内にクリアするように。やった、ギリギリまで引っ張ろう。待て、不合格になったりしたらどうなる？成長の見込みなしと判断し、除隊もありえます。除隊？そんなことになったら私には帰る家がないのですが。そんなの私だってまずい。真面目に取り組むべきね。その通り。自由だからといって時間を無駄にしないように。一日のメニューは午前は引き続き座学、午後から作戦行動訓練になるわ。座学もまだあんのかよ。午後の訓練はアリーナに集合するように。よろしくお願いします。訓練の詳細はその際にご説明します。以上よ。さて、昼飯も食ったし訓練に行くか。確かアリーナに集合だったよな。今日からまた訓練開始だね。早く行こう。タマ、昨日のはちゃうからな。勘違いすんなよ。そう何度も否定されるとかえって。みんな遅いわね。早くアリーナに入りましょう。おかしい。作戦はいくつかのフェーズに分かれていて、状況によって行動目的も変わっていくわ。一つずつ着実にこなせるようになっていくように。ブーブー。ブーイングしても無駄。やっぱ一人じゃ無理か。でも今からでも遅くない。ユッキー、一緒にブーイングしてくれ。せーの、ブーブー。だからブーイングしても無駄。ユッキー、なんでやってくれない。ちゃんと作戦の話は聞いておかなくちゃ。死ぬかもしれないからだ。ん？本当だ。よく考えるとその通りだ。じゃあみんなで行くぞ。せーの、くるくるパーカー。ああ、また切れさせよう。作戦の目的は神奈川県秦野市にある盆地を奪還すること。ここのキャンサーを殲滅させて盆地を制圧すれば、西へ進むルートを確保できるようになり、今後の戦いを有利に運ぶための極めて重要な作戦なの。しっかり訓練して本番に備えてちょうだい。まずフェーズ1ではフェーズ2の作戦開始ポイントまでの行軍路確保。作戦開始地点はアフリ神社に設定したわ。そこまでの行軍は制圧地域内だから問題なく移動できるわ。アフリ神社からポイントアルファのヤビツ峠までの距離は約2000メートル。フェーズ1の最終到達地点であるポイントベータの菜の花台展望台までの距離は約2100メートルよ。あなたたちにはこの区間を一気に進行して制圧してもらうわ。アフリ神社以降は敵の勢力圏だけど、その後も作戦は続くから最低限の戦闘回数に抑えなさい。アルファ？ベータ？もう全然頭に入ってこねえよ。速度と火力を重視した戦闘になるから、まずはそれに合わせた戦い方を考えてみて。それとどこからどこまでが戦闘範囲なのかを判断することも大事になるわ。無駄な消耗を避けるためにも範囲のことは常に意識しておきなさい。今日の訓練では作戦の要所の一つ、アフリ神社までの安全経路を確立することが目標よ。大した長さではないから、まずは山道での戦闘に慣れることを意識して。ではエミュレーターで訓練を行います。七瀬さん。はい。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。山だ。ハイキングにでも来た気分になるな。なんてこと言ってると司令官に怒られそうだな。ちゃんと訓練しなくちゃ。
通り過ぎたのが司令官が言ってたアフリ神社だ。おお、じゃあ訓練はこれで終わりだな。ああ、お疲れ。訓練成功、帰るか。エミュレーションお疲れ様でした。戦闘時間、相当範囲は問題ありません。この調子で続けてください。よくわからない。スープカレー。え、何？このサラサラなのがカレーなの？知らないのかよ。お肉は？チキンが入ってるだろう。助かった。どれだけ肉大好き人間なんだよ。お肉大好き芸人だもん。アーティストだろ。もっとそうだ。ナイス発見。知識だわ。いただきます。なにこれ？ちゃんとカレーの味がする。カレーつってんだろ。ゴロゴロ入ってる野菜が美味しい。嘘だ。野菜が美味しいだなんて。気づけてよかったな。でもやっぱお肉が一番美味しい。子供か。訓練受けるペースもうちら次第になったんはええけど、どないしてくん？そうですね。それはルカの方針を聞いておきたいところだ。どうするの？そうだな。羊の毛刈りのように見て見ぬふりをしよう。羊の毛刈りのように見て見ぬふりをしよう。例えがピンとこないわ。え？テンポよくなのか、じっくり腰を据えてなのか、さっぱりわからんわ。その間ぐらいじゃん。テンポよくとじっくり腰を据えての間か。堅実にぐらいか。そうそう、堅実に見ないふり。なんだよ急に大声出して。訓練を受けないってことか。うん、訓練きついだもん。ひでえ隊長だな。それでもサポートするのがユキさんよね。こんなやつの心の底では信じてるって知ってる。いや、なかなかひでえよ今の発言。早クリアしていくに越したことはないやろ。そうですね、何かご褒美がもらえるかもしれませんし。出世して中枢部に潜り込む近道になるかもしれないし。だったら頑張らないと。でも座学もあるんだろ。なんだか学生時代を思い出しちゃう。苦労した思い出でもあるのか。勉強なんて意味ないじゃん。あるわ。しまいにはギター弾いて暇つぶしてたよ。クラスメイト大迷惑だわ。そこはちゃんと空気を読んでボサノバにしてたよ。なんで授業中の BGM がボサノバだと空気読んでることになんだよ。それに訓練ばかりじゃなくシーズレジェンドの活動も忘れてくれるなよ。忘れさせろよ。なんでだよ、気持ちよかったろ。お客も喜んでくれてたじゃん。そんなことにかまけててもいいのか。でもあの感覚はかつて味わったことのなかったものだった。うん、緊張したけどすごく楽しかった。
思いやったりましょう。しゃあないやっちゃな。いいのかそんなんで。この時間は軍務系の座学になるわ。まず覚えてもらうのはアイロンがけよ。冗談はよせよ。アイロンがけ？うちら主婦ちゃうで。うちら人類を救うヒーローやで。冗談ではないわ。あなたたちは軍人なのだから、常に身だしなみを完璧にしなければならないの。七瀬が指導するから、できるまで練習しなさい。縫い目が合っていません。ポケットのマチにシワが寄っています。やり直しです。はぁ、折り目はカミソリのようにと表現されます。袖の折り目が波打っていますので、やり直してください。なんやて！手を動かしましょう。先生、頭がおかしくなってしまいそうであります。大丈夫です、なりません。なりそうなんだよ。ほらほら、勝手に手が動いて。ユッキーのおっぱいもみもみ。なんで私のなんだよ。ナナミンのもんだら変な空気になるだろう。私ならならないと思ったか。さて、今日も訓練の時間か。この繰り返しの日々に刺激が欲しい。ナナミンに文句言われない好成績で訓練を終わらせて、放課後はパーッと。お？かったりーな、訓練。さっさと終わらせるにゃ。集中して、しっかりしなきゃ。今のは…昨日みたいな訓練、あと何回するやろな。今通り過ぎていった人たち、見覚えがあるような、ないような。昨日はよく眠れた？眠れた。そっか、じゃあ今日の訓練はバッチリね。バンドに訓練に大忙し、人気者ですね。どうした？早く行こうぜ。集まったわね。今日はあなたたちだけではなく、 31B と同行して訓練をやってもらうわ。31A の皆さん、よろしくお願いします。よう来たか。お互い頑張ろうぜ。はい。一通り自己紹介しておきましょうか。そうね。私が部隊長の青井エリカです。水瀬いちごだ。水瀬そのもだに。あれ？ということは、姉妹だ！だったらなんだ？文句あるってのか？いえ、ないです。どれだけビビってんだよ。おー、ビャッコ、会いたかったよ。元気にしてた？
白虎が懐いている？信じられねえ。私もか？もちろん。だるいな。樋口聖華だ。貴様らのセラフの世話もしてやっている天才だ。なんでそんな奴が前線に出てるんだろう。研究の一環だよ。最後は私でしょうか。お願いします。柊小杖です。よろしくお願いします。何ビクビクしてんだ。以上となります。もしもっと早く出会えてたなら友達になれそうな奴らばかりじゃないか。本気で思ってるなら今からでも遅くないだろう。では続けます。次からは自分たちのことだけじゃなく周囲の行動をよく見ながら進めていくことが大事よ。昨日の訓練で 31A の皆さんがアフリ神社までのルートを制圧完了しました。今日はその先にあるポイントアルファ矢筆峠までのルートを制圧することが目標になります。 31A が先導、 31B が周囲へ警戒する陣形で行軍してください。なお経路を確保したアフリ神社までは安全に行軍できることをお忘れなく。では訓練プログラムを開始します。行ってらっしゃいませ。はい。はいはいっと。31B と一緒に移動するなんて新鮮な感覚。群れて行動だなんて非効率に感じるにゃ。まったくだぜ。おいあおい、てめえ足引っ張んじゃねえぞ。ふっ、足を引っ張るのはこの私さ。なんでだよ、昨日頑張ったろ。ちょっとは自信持てよ。そうだな、ガンガン行こうぜ。命を大事にだわ。31B は 31A の後方から周囲警戒お願いします。行きましょう。ここが矢筆峠ポイントアルファですね。そういや私の歌を聞くとアルファ波が出るって研究結果がどこかで。すごいじゃないですか。周りはストレス知らずじゃないですか。あー疲れた。無駄口叩いてねえでさっさと次の指示出せよ葵。はい、すみません。訓練成功、帰るか。お疲れ様でした。 31A、31B 両部隊はポイントアルファへと到達、経路確立に成功しました。どんな問題ナナミ、私たちにできない訓練なんてないのさ。はい、結果としては成功しています。ですが戦闘時間が想定のタイムより長引いてしまっています。より効率的に敵を処理できるように動いてください。おお、この中にチームの足を引っ張っているやつがいると。そいつは放っておけねえな。そいつは私さ。数字だけ見るとその通りです。足を引っ張っているやつをかばうつもりで名乗り出たのに、まさかの私。アホや。足引っ張ってごめんなさい。とんでもないです。皆さんがすごすぎて私たちも全然ついていけませんでしたから。行軍中の敵の排除に手間取ってしまいまして。こんなにしんどいだなんて。いや、こっちもあんたらの動きをちゃんと把握できてなかったから、もっと連携の精度を上げる必要があるな。 31B が動きやすいように敵を牽制すればいいのか。できればその方がいいだろうよ。わかった、気をつけてみる。葵も言いたいことがあったらいつでも本当の声を聞かせておくれよ。はい、葵、
本当の声を伝えていきます。勝手に青春してやがる。のんきなものだにゃ。私はやられてもらった方が愉快なんだがな。誰か死んでくれないものかな。お前は私らとは違う意味でイカれてるよな。この舞台でやっていけるのか心配です。よし、夕飯まで遊ぼうぜ、スモモ。今日は何をするのかにゃ。そうだな、また野球にすっか。あ、皆さん、夕飯までは自室で待機なのですが。また野球？毎回野球が出てくるアニメみたいだにゃ。私、今の仕事やってなかったらプロ野球選手になってたと思うんだよな。打つ才能がありすぎる。だとしたらスモモは投げる才能がありすぎるにゃ。こいつは頂上決戦だな。行こうぜ。あの皆さん、葵さん置いて行かれちゃったわ。葵の仲間、あんな身勝手な連中だったのかよ。おいおい、変な気起こすなよ。世話焼いてる場合じゃねえぞ、ユッキー。お前は天使か。なんでいきなり褒められるんだよ。いや、なんつーかさ、まともに言葉にして伝えたことあったかなって考えたらさ、なかったからさ。なんだよそれ、そんな急にもじもじすんなよ。だからそんな目で見るな！ルカ、葵のことはどうでもよくなったのかよ。あ、そうだった。部隊長なのにあんなないがしろにされて放っておけってかよ。おお、燃えてますね。ルカさんが心配なら何とかしてあげるべきよ。今までだってそうだったじゃない。そうだよな、それが私らしいよな。そんな今までいつあった。突っ込むだけアホらしいで、エネルギーの無駄遣いよ。お前がまともだと思える不思議な現象が今私の中で巻き起こっている。そりゃ天才サイキックやからな、不思議なことぐらいなんぼでも巻き起こせんで。いや、サイキックは関係ない。じゃあちょっと行ってくる。ルカさん、ガンバ。おう。面倒なことにならなきゃいいんだが。おい、待つんだお前ら。ああ、あれ、さっきの 31A のやつじゃん。野球に混じりたいのかにゃ。そうなのか。葵の命令を聞け。お説教かにゃ。うちらに対していい度胸だな。あんた何様のつもりだい。切り込み隊の隊長だが。なあ、うちの部隊長が情けないせいで出世の先越されちゃったんだった。そうだったにゃ。ふざけんな。お怒りのようだにゃ。何、同期のくせにそんなにあんた偉いの。そういう問題じゃない。ならどういう問題なのさ。なんだろう。そう、不愉快だ。また色違いかよ。どれだけ色違いの差分で敵の種類を水増ししてんだよってぐらい不愉快だ。何の話だ。全然ピンとこないんだ。とにかく私はお前らにカンカンだ。へえ、ならうちらと勝負しない。セラフでかよ。いいぜ。訓練以外でセラフを呼んだら死
出待ちを書かされるんや。え、そうなのか。そんなことも知らずに隊長やってるのかにゃ、アホかにゃ。勝負は三角ベースでだよ。なんだよそれ。少ない人数でやる野球だよ。2対2でもできっから、もう一人お仲間連れてこいよ。今からやろうぜ。ふっ、いいだろう、声面書かせてやんよ。ったく、なんだあいつ。邪魔しないでほしいんや。というわけで、あの二人と三角ベース対決することになった。もう一人加わってくれ。やだい。これは 31B に関わる重要な案件であり、拒否権はない。よその部隊の案件じゃねえか、拒否権作れよ。頼む、この通りだ。一生に一度のお願い。でもだとしたら協力してあげなくちゃ。さすがカレリン、わかる。そんなん誰が行くんや。カレンちゃん、だから登場の尺長いってばよ。話は朝倉から聞いた。力にならん。とりあえず相手のアキレス腱の切断は任せろ。ゲーム自体が行われなくなるわ。まあ私も頑張るからそつなく勝てるさ。勝利にベットする。これは自信あるわ。まあせいぜい頑張れ。はよ終わらせてき。準備はできたかにゃ。準備できた。プレイボールにゃ。声面を描くうちの隊長がいるな。そっちはどんな寄せ集めか知らねえけど、こっちは最強姉妹なんだよ。叶うわけねえだろ。みじめだにゃ。そう笑っていられるのも今のうちだけじゃぞ。何さ。この後 31B の二人の姿を見た者はいなかったのである。怖っ、なんだ今の声。おいおい、物騒なこと考えてんじゃないだろうな、カレンちゃんよ。ただの闇討ちじゃ。しちゃダメだから、また捕まって朝倉に迷惑かけるぞ。うん、分かっておるわ。じゃあな、また遊んでくれよな、31Aさんよ。スモモたちにはかなわないと。子供か。夜って外に出てもいいのかな。特に違反ではないわよね。じゃあみんなで徘徊してみるか。あんまりいい意味じゃないから素直に出歩くといいよな。眠らない街へと繰り出すか。街でもないからな。さて深夜の徘徊だ。せっかくだから普段は行けないところに行ってみよう。普段は行けないところね。どこがいいかな。おかしな場所じゃないといいが。
ここで飲み会するか。酒が売ってるわけないだろ。しかもここじゃいつもと変わらないし。え、これ出汁じゃない？そんなものまで自販機。タマさんはもう飲んだのかな。食レポに期待しましょう。そのまま飲めるわけねえだろ。カフェテリアでリッツパーティーとしゃれ込もうか。晩飯は食べたし、それにここもいつもと変わらないだろう。食後すぐの運動は血糖値の上昇が抑えられるからよ。ならたくさん歩こうかな。相変わらず役に立たない情報だけは詳しいんだな。夜の学者、窓ガラス壊して回るか。そんなことしたら始末書レベルじゃ済まねえぞ。ゲームセンターないかな。これでも軍事基地なのよ。あるわけないでしょ。いや、ありそうで怖えよ。アリーナで何かするのもいつも通りだしな。こうなるともうフレーバー通りに行ってみるしかなくない？それでいいだろう。最初からそれを提案してくれ。ようやく決まったか。確かにあまり行かないわね。みんなと一緒なのも楽しそう。釣りしない？フレーバー通りに決まっただろう！浮気するな！浮気するな、だって。やっぱり、そうなのね。そういう意味じゃねえ！やっと着いたな。ここまで長旅だった。誰のせいだと思ってるんだ。あれ？あそこにいるのは。めぐみさん、一番奥には何があるんでしょうか？うちには見える何らかの建造物や。二人も来てたのね。あんなにはしゃいじゃってまるで子供ね。お前この後絶対自滅するからな。いろんな施設があるのね。あれもこれも。何ここ、すごくない？はい、自滅。ブティックか。たまには別の服で戦ってみたいな。デフレクタ発生せずに速攻死ぬからな。こんな店まであるのね。すべてのお店に入って堪能しまくりたい。バンバン自滅するじゃねえか。今上映してるの面白そうじゃない？宇宙から侵略者がやってきて地球がピンチになる話だって。そのシチュエーション現実で十分間に合ってるんだよな。あれもこれもずっとここで遊んでたい、子供みたいに。恐ろしいフラグ回収能力だな。自滅がとどまるところを知らねえな。コンビニまであるのか。でもそんなんでいちいち騒ぐ年でもねえな。逆にお前が大人びて見える不思議な現象が巻き起こってるよ。いい加減突っ込み疲れた。お疲れ様。もう奥よ。何が待ち受けてるのかしら。ここはスーパー？すごく大きそう。昼間は気づかなかったな。入ってみようか。
ごい。どこに何があるのかもわからないぐらい広い。ルカさんたちも来たんですか。よう、おたまさん。なんやねん、揃いも揃って。いいじゃないですか、めぐみさん。みんなで一緒に見ましょうよ。うんうん。じゃあさ、一番みんながすげーって思うもの買ってくる勝負しようぜ。なんでそんな判定基準が曖昧な勝負しなくちゃならないんだよ。その考えはなかったってなるやつね。伝わるのかよ。ええで、受けて立ってるわ。ノリノリかよ。よーい、ドン。待て、明らかにヤバいのが2人ほどいるが。いや、ここに戻ってきた順番に発表していこうぜ。最初は誰だ。不祥、私めです。おお、おたまさん。じゃあ見せてくれるかい。これです。何それ。火の枠、ミツバチの巣箱です。誰が使うんや。そんなもんが売ってるのか。なかなか考えになかったぜ。やるやないか。次は私。おお、カレリン、見せておくれ。これ、え、これは結婚指輪。そんなもんスーパーで買うやついるのかよ。でも売っていたの。そいつもなかなか考えになかったぜ。やるわね。次は私。おお、つかさっち、見せてもらおう。これ。何、お菓子。白い恋人。北海道行ってきたのかよ。いえ、すぐそこで。ほんと、何でも揃ってるのね。お土産を買ってくるだなんて考えになかったぜ。次は私だよ。ユッキーか、不気味な存在だ。見せてくれ。俺だよ。何の紙切れ。旅行ギフト券だ。このご時世に旅行。どこへ行ってるというの。知らねえよ、売ってたから買ってきただけだよ。さすがユッキーといったところだな。次はうちや。おお、めぐみ、見せてくれ。というか見えとるやろ、これや。タル。せや、ウイスキーを寝かせるタルや。誰が寝かせるんですか。知らんわ、あったから買うてきただけや。邪魔やから置いてっけどな。なら買ってくんなよ。最後は私だな。もう見えてるよ。なんだよそれ、家具か。棺桶。は、死体を入れる棺桶だよ。すごいです。さすが。そんなのがあるだなんて。くっそ。どうやら私の勝ちみたいだな。なんで寝る前にそんな不吉なもの見せつけられないといけないんだよ。いや、楽しかったな。またみんながすげーって思うもの買ってくる勝負しような。二度としたくねえわ。今日は音に関することについて学んでもらう。もらった。確実に正解をいただきました。音の元プロですから。サイレンを鳴らしている救急車が目の前を通り過ぎると急に音が低くなるよな。この現象を何というかわかるか。ドップラー効果。正解だ。よっしゃ。音は縦波だ。波の幅が狭くなれば高音になり、広くなれば低音になるという性質がある。救急車が遠ざかると自分と救急車の間の波の幅が広くなっていくから音が低くなったと感じるんだ。
音の元プロが感心するなよ。本日もフェーズ1の訓練です。うへー。はい。同じ部隊長とは思えない反応の差だな。うちの部隊の方がすごいはずなんですけどね。昨日の訓練で皆さんはポイントアルファまでのルートを制圧完了しました。今日はその先にあるポイントベータ、菜の花台展望台までのルートを制圧することが目標になります。ポイントベータの制圧に成功すればフェーズ1訓練は終了です。今回は特に一気火星の攻略が重要視されます。戦闘速度を意識してください。そういうのやってない。やってもらいます。戦闘速度を上げる方法は判断力の向上よ。味方が何を考えて何をしようとしてるのか常に複数パターンを予想しておきなさい。特に茅森さん、あなたの指示が全体を動かしてるのよ。私？なんだと思ってたんだよ。まあ分かってはいるんだけどさ、なかなかうまくいかなくて。自分に余裕がないと感じたらその場面だけ誰かに指示を任せるのも手段の一つよ。例えば前線で枚数が足りないなら泉さんに指示を預けて支えに行くとか。ユッキー、その全力ですがるような目やめてくれ。もちろん任せっぱなしはダメよ。でもあなたたちの連動は確実に向上しているからそんなに不安にならなくていいわ。勝った、この勝負もらった。ずっとそれくらい前向きでいろよ。私からは以上よ。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。さあフェーズ1最後の日だ、頑張るぞ。すげえやる気だな。いつもそれぐらいの頼もしさでいろよ。本当に葵も見習わなくちゃ。かやぶりさん、12時の方向に敵へ。やるとしますか。よっしゃ行くぜ。スムーズにやってやるね。皆さんは3・1へのバックアップです。前に出ないでください。葵、こっちは大丈夫だからイチゴたちのサポートしてあげて。は、はい。ドラゴブルです。災いが降りかかる。読みかけましょう。これがダルマザメの攻撃だ。そうきましたか。あまりやがれ攻撃だ。厳しくありましょう。こいつはありがてぇ。じわじわと効きます。すごいわ。私に任せろ。一緒に文化を見守りましょう。攻め時ですね。このようなものはいかがでしょう。たまらん。これがダルマザメの攻め込みだ。行きましょう。よく見たが参ります。攻め続けるぞ。八角です。ありがとうございました。できましたね。これでいけるはずよ。たまらん。こいつでどうだ。頼もしい。よく見たが参ります。待ってました。来たー。願いを叶え、いつの日か。おーゆい、とってもいい感じです。違いますよ、たまのよい。すみません、葵たち前に出過ぎてなかったですか。大丈夫、やられたキャンサー後を濁さずってな。
カッコつけてるが意味わからなさすぎてバカみたいだからな。ここら辺がポイントベータやな。ってことはこれで訓練は終わりだな。展望台からやったーって叫ぼうぜ。それを言うならヤッホーや。誰の肺活量が一番すごいか見せつけてろ。緊張感ゼロだな。おめでたい奴らに。エミュレーションお疲れ様でした。ポイントベータまでのルートの制圧を確認。フェーズ1訓練は成功です。よし、ええ感じやですね。見たかユッキー、ざっとこんなもんだぜ。誰にどやってんだよ、隣で戦ってたわ。サイチエの皆さんありがとうございました。あたしらのおかげだろ。当然だにゃ。迷惑かけてなかったでしょうか。つまらん、事故でも起きればいいのに。いい感じね。どっちの部隊もちゃんと自分たちの意見や要求を相手に伝えることではっきりした指針を持って行動できているわ。じゃあ本日の訓練はここまで。皆さんお疲れ様でした。なんだかんだで今日も疲れたな。でもこのままじっとなんてしてられねえな。 31B の隊長さんが気になってんのか。さすがユッキー、わかってる。チームワークバラバラみたいだしね。よし、私一人で話してくる。どうする気だよ。それは、トイレのドアを開くため。トイレのドアを開くため。トイレか、行ってこい。え？葵の心の声を聞きに行くんだよ。全く違うことを言ってるからな。まあ私に任せておけよ。繊細な部分にそっと潜り込んでいくのは得意なんだ。この中で一番向いてる。一番無神経で気まぐれな人間なのにな。己への過信がすげえな。ルカさん、ガンバ。ああ、みんなもウノ頑張れよ。頑張らねえよ。はあ、まったくあいつはいいやつなのかただの変なやつなのか、どっちだ。ただのおせっかい焼きさ。まだいたのかよ、普通いないものだろ。あ、あいつは。何か用ですか。葵がどこにいるか知らない。葵さんなら飲み物を買いに行きましたよ。葵さんなら飲み物を買いに行きましたよ。葵は飲み物買い、興味はないが通り過ぎた気もするな。というわけなんだが、そこんところどうなんだ。すみません、難しいですね。まだ心は開けないということか。と言われましても、というわけなんだが、そこんところどうなんだが第一声では何も汲み取れないというのが正直なところです。頑張ってはみたのですが。そうか、カクカクしかじか的に間引いたつもりだったんだが、ドラマのようにはうまくいかないものだな。
はい、現実ですので。確かに、こんなところで立ち話もなんだ。場所を変えよう。はい。白子はもうみんなのところにお帰り。私は大丈夫だから、みんなとも仲良しになる時間が必要でしょ。本当頭がいいやつだな。夜風が気持ちいいので、学舎の方まで歩きませんか。じゃあ先歩いてて、すぐ追いつくから。あ、はい。葵はまだ買ってないな。飲み物買っていこう。葵に追いつこう。学舎の方だな。広場までちょっと距離あるけど、あそこは雰囲気もいい感じだからな。綺麗な夜空が見られそうだ。お、待っててくれたんだ。行きましょう。ほい、おごりだ。飲めよ、缶コーヒー。ありがとうございます。それと、こいつもお裾分けしてやるよ。一本どうぞ。え、タバコですか？それはダメです。ちげえよ、シガレットチョコだよ。あ、チョコでしたか。ブラックコーヒーと合うぜ。では、いただきます。なんだか、ちょっぴり大人の階段を登った気分です。そいつはよかった。で、話って何でしょうか。ちょっと前に私ら昔話で盛り上がったんだ。私はこうだった、いや俺はこうだったとかさ。俺っていうお仲間さんがいらっしゃるんですね。うん、ユッキ。男らしい方なんですね。ユッキーは男らしいよ。男の中の男よりも男らしい女だ。褒めてるんですよね。もちろん、私がユッキーのことを悪く言うわけないじゃん。でも二人はここで初めて会ったんですよね。ああ、ついこの間会ったばかりだけど。それでもうそんなに親しくなってるなんて、人見知りな葵には真似できません。私だって人見知りだぜ。あ、コーヒー鼻から吹き出した。だって絶対ないようなこと言うんですもん。人見知りだったらこうして会いに来てくれることもないはずですよ。鼻かませてください。どうぞ。ズズー。葵はどんな人生を歩んできたんだ。葵の人生ですか。そうですね、とても平凡です。とてつもなく平凡です。そんな可愛い顔してんだから、浮いた話の千や万あるだろ。絶世の美女か。ツッコミも可愛らしいな。誰かを好きになるようなことも、誰かに好かれるようなこともなかったです。どうして。いわゆる勉強の虫でしたから。勉強が好きだったのか。葵自身は特には。ただ両親が教師だったので、いい点を取ることでしか褒められなくて。それにハイパーサイメシアだったので、暗記だけは得意でした。お前の元気はオラのもの的な。全然違います。一度見たものをずっと覚えていられるという特殊な能力です。パンのない暗記パンのようなもんじゃん。そうですね。ずっと欲しかったんだよ、そんな能力。そんないいものではないですよ。そうかな。それで毎回テストは満点でした。ほら、いいじゃん。
でもそれだけだったんです。得意なのは暗記した回答を埋めることだけ。他に取り柄なんてなかった。みんなは得意なものがあったり夢中になれるものがあって何かを成し遂げようとしていた。いろんなことを暗記できたけど葵自身は空っぽだったんです。それに気づいた時には愕然としました。親と同じ教師になる夢とかは？個人的にはそれもなかったです。でも今は 31B の部隊長だ。それなりにやりがいを感じているんじゃないのか？かやもりさんはそうなんですか？ああ、手がかかる連中だけどな、やりがいは感じてる。それは良かったですね。でも葵はかやむりさんのようには慣れていなくて。まあ見てたけどさ、 31B のお仲間さんとうまくいっていないようだったな。巻き込んでしまってすみませんでした。いや、あれは別に私が遊びたかっただけだし気にすんなよ。優しいですね、かやもりさんは。なことないよ。最初部隊長に任命された時、葵にも全うすべき役目があてがわれたことが嬉しかったんです。みんなをまとめて引っ張っていこう。誰も死なせないように頑張ろう。それが葵の生きる意味なんだ。そう決意を固めました。でもできなかった。葵には向いてなかったんです。みんないなくなっちゃって一人きりで立ち尽くしていて、そんな光景がずっと続いて、それは終わりのない地獄のようで、どこまでもどこまでも続いていく悪夢で。そんな不安にさせてるのか、あいつら。ここは葵のためを思って。あたしらが何とかする。え、何をする気なんですか？ユッキーと二人で脅してくるだけだよ。葵に迷惑かけてんじゃねえよって。仲間を脅さないでください。ああ、言葉が悪かった。丸々丸してくる。丸々丸って何ですか？伏せないといけないぐらいまずいことやるんですか？もういっそ殺してくれっていうぐらいむちゃくちゃに丸丸丸してきてやんよ。そんな恐ろしいこと絶対やめてください。え、恐ろしい？大喜利だぜ。大喜利？もういっそ殺してくれっていうほどの大喜利？そう、こっちにはユッキーをはじめお笑いセンスの高い奴らが揃ってるからな。センスのなさを死ぬほど味合わせてやんよ。それはすごく平和的ですが、やめてください。それも本来葵がするべきものなのでお願いはできません。大喜利を？大喜利は元からしません。そんなことしてもらってもその場しのぎにしかなりませんし。そうか？葵が頑張るしかないことですから。そっか。じゃあ最後に聞かせてくれ。何でしょう？それでも前線に立ち続ける理由は？ただ隊長に任命されたから。やっぱ断れなかったの？いえ、今は何でしょう？今は誰も死なせないように頑張ろうってことじゃなくなってるのか？それはもちろんです。でもきっと無理です。葵にはそんな力ないですから。だから私らもいるってば。頼ってくれていいよ。ありがとうございます。とりあえず次の作戦が終わったらさ、祝杯あげようぜ。 31A の皆さんとですか？ああ、葵は一人じゃない。安心しな。一人きりの地獄なんてその時にはもうない。そうですね。じゃあ楽しみにしてます。
遅くなっちゃったし、そろそろ戻りますか。かやもりさん、嬉しかったです。話を聞いてくれて。祝杯、楽しみです。よ、どうだった？話してきたよ。結構大変だったけどさ、最後は完全に私に心を開いてくれた。ユッキー、嫉妬しないで聞いてくれ。死んでもしねえよ。あいつの戦う理由はな。みんなをまとめて誰も死なせないように頑張ることだった。リーダーとして至極真っ当な理由ね。でも今があんなんやと先行き不安すぎるで。それについては本人も悩んでる。だから次の作戦が終わったら、あたしらだけでもあいつと祝杯をあげてやろうぜ。よく頑張ったなってさ。そうね、もちろん。ちなみにアルコールは禁止だからな。ええー、